おはようございます。いそっちです。ただいまですね、現地時間で朝7時半。ちょっと早すぎないですかね。というのも泊まってるホテルがべらぼうに遠いからです。ちょっと早く着きすぎてしまいましたけれども、それはさておき、見てください、 E3 会場おっきい。すごい看板も目立ってますよね。私は E3 初めてなんでちょっと楽しみです。早速行ってみましょう。まだ始まってないけど、いざ E3 の会場へと思ったら、お友達の岡本よしさんを発見。早速インタビューしちゃいました。お久しぶりです。どうですか今回 E3？ 実はですよ、はい、3年ぶりなんですよね。なんか毎年いらしてるイメージがありますけど。イメージだけね。会社自分で独立したんで、はい、お金なくって本当に本当にで時間もなくって、はい、で来れてなかったんですけど、久しぶりに来たんですけど、いいっすねやっぱりね。基本的に僕はアメリカ嫌いなんで、アメリカ人も嫌いだけど、アメリカも嫌いで、英語も嫌いっていう、でアメリカの飯もさらに嫌いっていう状態なんですけどE3 社は別ですね、うん、何か今回ビビッときたものってありますか？ウィー面白いですね。ウィーちょっと惹かれちゃってるっていうか、テニスをやりたかった、宮本さんとやりたかったみたいな僕も舞台でやりたいみたいなあれはすごくやりたかったですね。あとはね、メタルギアソリッドのプロモムービー見たんですけど、すごい小島さん僕も開発チームに入れてって感じ羨ましい、もう才能の差をね感じちゃったっていうか、まあね、僕たちの時代じゃないのかもしれないなと思っちゃいましたね。こんなへこたれ気味。いやね、SE のカンファレンスの時に現実2とか発表されましたし。あ、そうですね、現実2とね、モンスターキングダム、うん、一応2つ今回は出展させていただいてるんですけど、見せるっていうことを意識して作ってないんで、普通に開発途中のものもそのまま持ってきちゃってるんですよね。だから、なんだろう、いろんなものがまだ不足してて、よその会社はなんだろう、完成させる順番が違うっていうか、いろいろ反省してます。やっぱり見せなきゃいけないなと思って、引きつけるようなことをしなきゃいけないなと思って、勉強勉強、日々勉強です。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします俺の仕事の邪魔すんなよ岡本さんでした